non più dry farfalloni amoroso notte giorno。はいどうもこんにちは、カジマックです。マイネオディープラン来たーって前回やりましたよね。ほんまそれっていうか、前回の雑談で散々個人的環境のお話をした結果、マイネオ A プランは HTL21、 D プランは D タブで、無制限であるプララモバイルこそルーター運用がいいって言っときながら、はいここ完全に言い間違え勘違え、とにかく間違えたまま見落としてそのままアップしちゃってました。ご指摘いただくまで気づかなくて自分でもびっくり。とりあえず当面のメンバーとしては、マイネオ A プランは HTL21、 D プランは D タブ、プララモバイル LTE は MR02LN で運用していきたいと思います。ここにお詫びと訂正を申し上げます。すいませんでした。はい、それでは申し込み殺到してるみたいで、なかなかお手元に届かないって方もいらっしゃる、これマイネオ D プラン来た。早速使っていきたいと思います。で、前回の動画でもお話ししたんですけど、今日は9月5日土曜日です。土日って通信速度に安定性がないっていうか、すごくトリッキーなイメージです。しかも始まったばかりのマイネオ D プランなら、さらに予測がつきません。なんで実際の使い勝手が分かり出すまで少なくても 1,2 週間くらいかかるかもしれません。なんであくまで今日は開封動画、前回 SIM の開封動画いらないでしょって言っときながら、もしかしたらこのマイネオさんのキャンペーンで初めて MVNO をデビューされる方もいらっしゃるかもしれませんので、実際開通するまで一連の流れも記録しておきたいと思います。と言っても思ってる以上に簡単じゃないかと思います。今回取り上げているマイネオさんに申し込みをすると、こうやって SIM が送られてきます。中身はまずマイネオご利用ガイド、そして SIM カードが入ってます。で、マイネオさんの場合、契約内容通知書は別途送られてきます。で、要はこの SIM を使用したい端末にセットして APN 設定してあげれば、もう即ネットにつながります。それでは APN 設定していきたいと思います。今回はマイネオ D プラン、つまりドコモ回線を使った MVNO サービスなんで、ドコモのスマホやタブレットやモバイルルーターの白ロム、あるいはドコモ回線が使用できる SIM フリー端末が必要となってきます。ドコモ端末であれば SIM ロック解除しなくても、ほとんどの機器の場合国内で使用できる点は便利です。これは単純にマイネオのサービスを使用するわけなんですけど、実際使うのはこれドコモさんの SIM だからです。で、 SIM の取り扱いは指紋とかつかないように手袋をしたりしないといけないんですけど、僕は適当なんでこのままやっちゃいます。僕が今回使用する端末はドコモのタブレット、 D タブ D01G の白ロムです。以前 Amazon さんで購入して動画も出してますんで、まだご覧いただけてない方いらっしゃいましたら、下のリンクからご覧になってみてください。はい、それでは SIM をセットしていきます。ここは端末によってそれぞれなんで、ざっといきます。まずは電源を落とします。切り欠きと裏表に注意しながら SIM カードをセットします。で、 D タブの場合は設定からモバイルネットワークをタップします。で、このアクセスポイント名をタップで、次に新しい APN を設定します。で、あとはご利用ガイド D プランの12ページにあるこの表の通りに入力していきます。 APN ユーザー ID パスワード、そして認証タイプを選択して保存します。今設定した APN を選択すれば、はい、今繋がったんですけどね、3G に繋がりました。で、こういう時は再起動をかけてあげると、はい、LTE 来ました。はい、それではせっかくなんで、土曜日だからあんまり参考にはならないかと思うんですけど、A プラン対 D プラン、スピードテストしてみたいと思います。はい、それでは行きますよ。スピード対決、スタート。はい、こういう結果となりました。なんだこれ、いやほんとびっくりしますよね。
これただちょっと予測はつきます。だって A プランの方は先月からもうすでにキャンペーン始まってました。なんで登録者殺到しての低速化。そして D プランは始まったばかりで、まだ全然 SIM がユーザーに行き届いてない。なんでまだガラガラなのかもしれません。ということは、これからどんどん皆さんに SIM が行き渡って、あっという間に低速化っていうこともありえます。でもこのスピードはびっくりしました。ほんとお祭りらしくなってきましたよね。って言ってもそれに輪をかけて今日は土曜日なんで、ほんと今回のテストはさほど参考にならないと思います。未だ予断を許さぬ状況です。とはいえなかなかのサプライズでした。はい、で次。マイネオさんといえば、Android にも iOS にもマイネオスイッチというアプリが用意されてます。マイネオスイッチのアプリを起動すると、ログイン画面が表示されますんで、EOID、EO パスワードを入力してログインします。EOID と EOID パスワードは、マイネオ契約内容通知書に書いてあります。そして次、複数契約の場合は、利用する電話番号を選択。これ電話番号だけで覚えておかないといけないのはちょっと大変っすよね。そしてここ、マイネオスイッチ節約オフの状態なら高速通信なんですけど、節約オンで高速通信をオフにすることができます。例えば僕の場合、月間3ギガプランを契約してるんですけど、いざっていう時以外は高速通信を使わずに、マイネオスイッチで制限して高速通信量をキープすることができるわけです。節約オンで制限かけても通信が切れるわけではなくて、最大 200kbps でモバイルネットワーク利用が可能。つまり節約オンの状態なら、低速状態ではあるんですけど、無制限でネットが利用可能というわけです。で、余談なんですけど、これ過去動画でお話ししたパケットシェアと組み合わせて考えると、ちょっと面白い使い方できそうですよね。で、これ、要は月間の高速通信量を使い切った状態に、いつでもできるということでもあります。実際どれぐらいのスピードなのか、スピードテストの結果はこんな感じ。なんかね、遅い時のプララさんとあんまり変わらないっていうね。まあ、あくまで最大 200kbps なんで、出ないこともあるわけなんですけど、大方こんなもんじゃないかと思います。で、この速度だと、もちろん動画視聴や、アプリのアップデートなんかもしんどいんですけど、ウェブチラチラ見たりとかなら結構いけます。ちなみに Amazon さんを開くとこんな感じ。どうすか？ Twitter に写真を送るとこんな感じ。どうすか？僕は結構使えるんじゃないかと感じました。でもこのマイネオスイッチ、オンオフの切り替えは1分間のインターバルを必要とします。こういうちょっとしたタイムラグってのが結構致命的だったりするんですよね。なんで多分僕はあんまり切り替えしないで、2枚のSIMを使った契約の場合、一方はずっと低速、一方は高速、翌月からパケットシェアで高速の方 6GB みたいな感じにするんじゃないかと思います。でも使用方法がぐんと広がるこういうサービスはすごくいいと思いました。はい、ということで今回はマイネオ D プラン。ファーストインプレッションどうでしたか？いきなり D プラン、スピードテストびっくりしたんですけど、僕はまだまだ様子見だと思います。でもし結構いけそうだと感じてきたら、通話プランも視野に入れてます。僕の場合 D プランだと1年間割引あるんで、通話プランちょっと迷ってみたいと思ってます。で、また来週の平日、A 対 D のスピードテストやってみて、その結果報告も動画でアップしたいと思ってます。なんでもし気になる方いらっしゃいましたら、ぜひともカジマックチャンネルチェックしてみてください。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。